城南和弘厩舎所属塩津屋です。よろしくお願いします。続いて新庄開成騎手です。柏原正道厩舎所属新庄開成です。よろしくお願いします。そして高橋真奈斗騎手です。栗橋烈ある厩舎所属の高橋真奈子です。よろしくお願いします。そして肘方壮太騎手です。小馬元弘厩舎所属肘方壮太です。よろしくお願いします。 ではまず塩釣り奈貴主に伺いますご自身どんな性格ですか笑顔でみんなに愛されていることですでは次新庄貴主性格お願いします常に冷静で周りを見て考えて行動できるところがありますでは次高橋貴主負けず嫌いな性格です藤方貴主 えっと負けず嫌いなところとえっ、ー、と一生懸命頑張るところが自分の性格です。笑顔のところや、まあ、みんなからどんどん話ができることです。では新庄記者お願いします。はい、えー、ガッツ溢れる気情を見てほしいと思います。高橋記者。全力で終えることです。 仕方機種お願いします。綺、え、麗、ー、に折って馬の負担にならないように騎乗するところです。たまたま競馬見てで自分も、まあ。機種がかっこいいなと思い、まあ、地元の隣にあるので兵庫県を選びました。地元は岡山県というね。はい、ええー、塩津騎手です。では、お隣お願いします。新庄騎手 生まれも育ちも尼崎で小さい頃からよく見に来ていたのでそこから憧れてこの競馬場を選びましたでは高橋騎手地元が兵庫県なのでその兵庫県で活躍したいなと思ったからですそして土方騎手は岐阜県出身ということですがこの兵庫を選んだ理由はえっとおじいちゃんおばあちゃんの家が兵庫県の西宮にあって そこでよく園田競馬場に行くことが多くてそれを見てそれを見てかっこいいなと思ってここでデビューすることを決意しましたファンからも愛され信頼されるキーになりたいと思いますでは新庄騎手地元を背負って園田の顔になれるような騎手になりたいと思います高橋騎手ファンの方や関係者の方に 信頼や愛されて、えー。地方競馬を代表する騎士になれるように頑張りたいです。そして、土方騎手、はい。重賞などの大きな舞台で活躍できるようなジョッキーになりたいと思っています。全力で乗れるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。では、新庄騎手。えー、一倉一倉、大切に騎乗して、少しでもいい結果を出す。 いい結果が出せるように頑張ります高橋負けず嫌いの性格を生かして一つでも多く勝てるように頑張ります一つ一つ大切に乗って一倉でも多く起乗できるように頑張りたいと思いますただいまより今年デビューいたします新人ジョッキー4名の紹介セレモニーを行います まずは今年デビューの4名の新人ジョッキーをご紹介いたします。向かって左側、塩津里奈騎手です。長男和弘厩舎所属の19歳です。どうぞご覧ください。大きな拍手でお迎えください。続きまして、新庄海生騎手です。柏原正道厩舎所属の22歳です。どうぞご覧ください。そして高橋真奈ト騎手です。 栗林哲春厩舎所属の17歳です。どうぞごご覧ください。<laughs> そして肘方壮太騎手です。神戸元弘厩舎所属の17歳です。どうぞごご覧ください。<laughs> いよいよ来週からこの4名のジョッキーがデビューいたします。それでは一般社団法人兵庫県馬主協会こちらより無知の贈呈です。 局長代行の森本正義様より送られます記念の無チの贈呈が行われますデビューおめでとうございます CO2 リナ騎手にまずは送られましたそして新庄改正騎手へと無チが送られますおめでとうございます そして高橋真奈と騎士にも無知の贈呈ですおめでとうございますそして肘方宗太騎士にも記念無知の贈呈ですデビューおめでとうございます森本様ありがとうございました続きまして兵庫県競馬組合副管理者坂本義和よりぬいぐるみの贈呈です 兵庫県2人目の女性ジョッキーとしてデビューする塩津騎士には姫たのぬいぐるみが贈られましたデビューおめでとうございますそして男性ジョッキー3名はそのたのぬいぐるみの贈呈です新庄海生騎手そして高橋真奈人騎手さらに肘片草田騎士にそのたのぬいぐるみが贈られておりますデビューおめでとうございます 自己紹介からお願いできますかはい長男和弘級者所属塩津流浦ですよろしくお願いします自身の見てほしいところ PR できるポイントどんなところですかはい明るい性格なので機場もしっかり乗れるように頑張りますいよいよ来週デビューを控えてますけれどもデビューを控えた今の心境いかがでしょうかあとてもワクワクしていますではたくさんのファンの方も集まってくださいましたファンの方に向けて一言お願いしますはい まだまだ未熟ですが一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします大きな拍手も湧いております頑張ってくださいありがとうございますでは続きまして新庄海生騎士に伺います、えー、まずは自己紹介からお願いします、えー、柏正道旧社所属の新庄海生ですよろしくお願いします自身の見てほしいところ PR できるポイントどんなところですか勝ち、えー、に貪欲なところです 来週いよいよデビューを迎えますけれどもどんなお気持ちですか、えー、すごくワクワクしていますではたくさん集まってくださったファンの皆さんに一言お願いします、えー、一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします新庄海星記者でした頑張ってくださいありがとうございますさあそして高橋真奈都記者に伺いますデビューおめでとうございますありがとうございますまずは自己紹介お願いします、えー、栗林鉄ある旧社所属の高橋真奈都です よろしくお願いしますご自身の PR ポイントはどんなところですか、えー、明るい性格と、えー、負けず嫌いな性格な性格ですいよいよ来週デビューですけれどもどんな気持ちですか今、えー、ワクワクしている気持ちと緊張していますではファンの皆さんに向けて一言メッセージお願いします、えー、マナトっていう漢字は、えー、愛愛と 叶うっていう感じなので、えー、覚えやすいのであのー、覚えて帰ってください <laughs> ちょっと横向いてもらえますか向こう向いたらあのねここのパンツのところにもねマナトという感じがねはい書いております頑張ってくださいありがとうございますさあそして肘方壮太騎士ですまずは自己紹介お願いします駒元博球者所属肘方壮太ですよろしくお願いします 自身の PR できるポイント、見てほしいところ、どんなところですか、はいえー、明るい性格と負けず嫌いな性格はもちろんですが、騎、え、乗、ー、技術も、まだまだですが、綺麗な姿勢で終えるように、頑張っています、えー、来週、いよいよデビューですけれども、今のお気持ちどうでしょうかワワクワクしている気持ちもあるのですが、1週間前ですが、とてても緊張していますでは、たくさん集まってくださったファンの皆さんに、一言メッセージお願いします。 はい、えーま、まだまだ騎乗技術は未熟ですが勝てるように精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。4名の新人ジョッキーにインタビューを行いました。えー、今一度大きな拍手をお送りください。